ボンボヤジュ、どうもガイガイです。今回ですけども、キノハッサが最近流行ってるみたいなんですけど、ちょっと逆の型を作って初心に戻ろうと思います。では行ってみようか。今回作ったキノハッサというポケモンが草格闘タイプのポケモンになっております。みんなが使うのはタスキ型のね、キノコの胞子を打ちながらとか、まあ格闘タイプのマッハパンチが結構刺さるからね。パラドックスはマッハパンチで潰していく形とかいろいろあると思うんですけど、今回ガガが作ったのはポイズンヒールを持った毒毒玉です。間違えました、毒毒玉を持ったポイズンヒールです。この特性が通常特性なんですけど、毒状状態になると HP が減らずに増えていきます。つまり毒毒玉って戦闘中に猛毒になるじゃないですか。キノガッサのポイズンヒールと掛け合わさることで HP がとんでもなく回復していくんだよね。これ食べ残しよりも回復します。ちなみにこれを使って、まあ、キノコの胞子、宿り木の種、身代わり地ならしを今回採用してるんですけど、キノコの胞子を入れて身代わりを入れていくんですけど、その段階で最速置きだとしてもほとんど HP 的には変わらないぐらい回復するんで、まあ身代わりは打ち放題かなと思ってます。そして地ならし、宿り木の種、ヤドリギの種は状態異常じゃないんで眠ってる状態でも入ります。これがね結構の回復量があるんで面白いかなと思ってます。で今回努力値なんですけど、 H252B36D92S132 です。 S132 が結構重要です。まず耐久面からご説明していきます。セグレイブのつぶてが角2、包みのフリドラ角2、海流のテラハチマキ神速角2、羽ばたく神のムーンフォーが角1ですね。あ、そこは注意かな。で、サーフ号のゴルラとかは確認で耐えるかなと思ってます。で、サーフ号対面でこっちがアタッカーになった場合は地ならし打っていく形になるんですけど、拡散ですね。なんでサーフ号がいるときはあんま出さない方がいいかなと思ってます。そして S132 ってなんじゃこりゃと思うかもしれないですけど、S132 が実数値にすると214になります。つまり、ガガガ何をしたいかっていうと、このクエスパトラー加速バトンタッチを使いながら、キノガッサにチェンジしていくのがベストじゃないかなと思ってます。上から、キノコの胞子、ヤドリギの種、身代わりを、上から打つ状況を作ってしまえばもう今回勝ち確じゃないかなと思ってて、でさっき言った羽ばたく神のムーンフォー角1に対しては光の壁を入れて盤面を作っていければいいかなと思っております。ちょっとねこれ使ってみたいないんでまだわかんないんで、ちょっと使ってみたいなと思ってます。では行ってみようか。さあつぼさん、対戦よろしくお願いします。というところで割と刺さりそう。このヤザルがねやる気じゃなくて負けん気だったらいいかなーって感覚っすかね。あとはそんな悪くないんじゃない。さあ、クエスパトラー、ガッサまでは確定。そして、そうだね。セグレイブ割と良さそう。まあ、物理が多くなってはしまうんですけど、まあ、そんな悪くないんじゃない?これで行ってみましょうか。さあ、ツボさん対戦よろしく。まあ、これ最初の流れからすると、やる気か負けん気かわかんねえんだよな。これね、ルコナミ当ててしまうとっていう感覚もあるんすよ。すごいすごいあるんすよ。そこはこれ多分負けん気やと思うけどね。これ所定出すってことは、あ、いやー所定出すってことは負けん気じゃないかもな。一旦ルコナミ打つ、いや守るか入ろう。一旦ビルドタートもビルドかなんかなと思って、バンチャンの挑発あるかな。バンチャン挑発ね。トンボー、そんなじゃない、そんな悪くないんじゃない。でここなんですけど、先制技持ってるポケモンに変えてくるかなと思って、マリルリアクアジェットぐらいかな。どうしそうなのはそこぐらいかな。なんでここルコナミから入って良さそうっすね。多分これやる気でしょ。ルミナコかさあ。ここで特防2段階ダウン、これで上がれば負けん気じゃ。あーってことはですよ、フンドの威力が上がってます。一回上がってます。ってことは150か、150のダメージが入ってくるんですけど、これマリルリアクアジェットじゃ落とせないと思いますよ。で相手ね、多分キノガッサに変えてきた時にどう出てくるかも大事な盤面になると思うんですけど、こっちヤドルギしかしないどこかなと思ってます。で、ここはね、相手多分アクアジェットか何か撃ってくる形。腹太鼓はないと思うんだよね。腹太鼓あるかな?いや、ないと思うな。ここ守るから入ったら、別に、正直言って上取っちゃってるから、クォークチャージの包みぐらいかな。抜きたいのは、ここの守るの。役割としては。そこぐらいかな。だよね、アクアジェット落としたいんだよね。これね、多分ガッサバレてると思うんだけど、チェンジしてくれたのは嬉しい気持ちはありますね。ここバトンから入って耐えるでしょ。さあバトンから入って、これ調整します
本当にこれ調整してますちゃんと。はい、でこれバトンから入ってガスタ出すんだけど、この世来ると思うんすよ、ここ。言っちゃ悪いけど。しかも逆に言うならば、この世来なかったら、対面取りやすいと思うんすよね。これ、身代わりが入っていいと思うよ。多分、この世やる気なんで、キノコの胞子透かしに来ると思うんすよ。そこに対して身代わりを一発入れることで、まあ、だよね、だよね。ヤドレギの種は入れやすくなるのかなって感覚かな。これ俺の方が早いんで、あ、草テラしてくんのかな、ワンチャン草テラ。結構流行ってたっしょ、昔シーズン1かシーズン2ぐらいめっちゃ流行ってたっしょ、ギガドレ打ったやつ。まあ、そっからフェアリーテラスタルが主流になってきたけど、ワンチャンの草テラルだな。あれりり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 りあれりりり、なんだこいつ、腹立つなめちゃんこ腹立つな。ちょっと今覚悟決めたんだけどな、一瞬。これヤドリギから入ります。これ見とってください。これをやりたかったんよ、ヤドリギプラスのポイヤドポイズンヒールだけでももちろんいいんだけど、ヤドリギプラスのポイズンヒールって身代わりを超回復できるんで、相手何もできないですよね。トンボこれは落ちないんじゃないか。なるほどなるほどね、うまいな、潰し方がうまいな。へえ、そういうやり方もあんだ、面白いな。これヤドリギ入んないっすね、交代させられるんで。あー、でも入るわ、入る入る。ウルガモス引っ込める、でこの世帰るじゃん、一旦は入るっすね。でトンボ落ちちゃん、いや悪くないな。これヤドリギの PP 上げてくるべきやった、なんで俺上げてくれてないんだ。これ1ターン目のヤドリギ分は入ります。いや、そんな相手いい作戦と思ってるかもしんないけど、じわじわ削れてくんじゃないか。でここ多分変えてくるんですよ、ウルガモス。ウルガモス地ならし抜群で入るでしょ。地ならし入れてもいいっすよね、もしくはキノコの胞子、キノコの胞子か地ならし。まあ地ならし安定かな。あれれれれれ、引かないの、引かないの。 S1 段階ダウン、フンドの威力上がっちゃったな。あ、そっか、上取ってんだ俺そもそも。いや悪くないっすね、身代わり消える。でこっからが多分相手なんか何かしらしていきたい感じだと思うんすよ、ここからが。で面白いなでも結構相手自利品じゃないか。さあウルガモス来る、でこの世に変えてくるか変えてこないかって感覚かな。ここはさざめきはワンチャンありそう、帽子から入ってもいいんじゃないか。入る、ナイス、読み合いに勝っていく、ガクガク、しっかりと読み合いに勝っていく。でここでさっきのループをもう一回繰り返せるとは思います。寺切りたくはないので、正直言ってしまうと、あ、でもさざめき抜群で入るんだよな。あ、普通か。あ、これいけんな。ヤドリギ入れようか。あ、身代わり入れます。そんな悪くないぞ。うん。いや、これ悪くないな。八角じゃねえか？え？早いな。ちゃんこ早いな。炎の前上げてくる。テラ切ってもいいのかな。ワンちゃんのテラ切りは悪いかな、ここ。あー、でも多分ここ、この世に変えてくると思うんで。あ、これポイズンヒールでめちゃんこ回復するんで、そんな焦る必要はないっすね。引っ込める、ここ引っ込める、この世来る、寺切らんでよかった。寺は切らんでよかったが、そうですね、そうですね。
ここはちょっと難しい場面だな、かなり。打点としてはドレパンぐらいかな。憤怒は耐えるとは思ってます。宿り木から入ろか。さあ、キノカス宿り木の種。こいつの憤怒がどこまで来るかだな。これ多分耐久振ってると思うんで、そんなに食らわないと思うんですよね。ナイス。さあ、宿り木プラスの、悪くない悪くない、全然悪くない。宿り木プラスポイズンヒルでめちゃんこ回復するんで、でもこのやつあればこいつ攻撃は絶対にしないどこうとは思ってます。あ、でも地ならしで落とせそうだな。身代わりでもいいけど、身代わりでもワンチャンいいな。身代わりから入ろうか。さあ、昨日ガスさん身代わり、多分フンド連打じゃないかなとは思ってます。これね、宿り木プラスのあれで相当回復力あるんで、身代わり打ち放題だと思うよ。さあ、昨日ガスさん身代わり消える。さあ、ここで宿り木の種で回復プラスのポイズンヒールで相手落ちるんじゃない。ナイス。さあ、あとはガモスしかいないんで、いや、これ強いな、この戦法。強くないですか、皆さん。相手が防塵ゴーグルとかいなかったら勝ち確だぞ。今の環境防塵ゴーグル持ってるやつほとんどいないから勝てるぞ、これみんな。欲しいで、ホテラ切ってもいいかなーっていう盤面ではありますかね。あ、ほの前されるんで。さあ、ウルガモス寝る。で、最速置きだとしても、ちょっと減るぐらい。うん。イメージ。もうほとんど全開っていうイメージかな。2ターンで40ぐらい回復するんで、ここ身代わり入れましょうか。さあ、キノガスさん身代わり。起きないでしょ、さすがに。2連続最速置けないでしょ。さあ、ウルガモス寝て、地ならしでもワンチャンいいんですけど、ワンチャンね。ワンチャン、ツーチャン、スリーチャンって感じ。てか、ウルガムス、地ならし、罰目じゃなかった。そういえば。これ、ヤドルギの種入れましょうか。さあ、ここでヤドルギの種をしっかりと入れていく。強制回復入る。これ、最後とか、弱いよ、お前。逃げんなよ。俺のこの戦法、新戦法から逃げてんじゃねえよ、お前。何やってんだよ。最後まで戦わんかよ、お前。男だろうが。さあ、111まで回復して、最後まで実況続ける。132まで。めちゃくちゃ回復すんじゃん。ありがとうございました。さあ、夏州さん対戦よろしくお願いします。というところで、使いにくいね。これちょっと、使いにくそうだね。アラブルだけど、巨人王に入らないんで、結構厳しいんじゃないかなってのはすごい思ってますね。あんまり言いたくなかったけどね。どうしようかな。そうですね。これ、ハッサム、セグレイブ、鉄の包みがいいんじゃないでしょうか。はい。これが一番良さそうではありますよね、皆さん。うん。まあ、これはこれでいきましょうか。さあ、夏水さん対戦よろしく。まあ、このセグレーブもね、見せたかったんだよね。何が強いかって言うんだけど、めちゃんこ強いから、マジで見てほしい。これね、このパン持てるんだけど、このパンほぼほぼ袖のやつ採用してないんで、これ、トゥルマイから入っていいですよ。全然いいっす。あー、猫魂。あー、これワンチャン持って、いや、持ってないな。ウェポンないっすね、これ。トゥルマイから入っていいっす。ほのパン覚えるんですけど、一応覚えるんですけど、なんか、初手のオーロンゲは持ってないイメージですね。2番手3番手だったら持ってるかなと思うんですけど、初手は多分ないですね。だよね。リフ張ってくるんで、これ多分打点ないんですよ、俺に対して。釣る前4段階詰めますね。はい。全然詰めますね。で、捨て台詞で最後多分チェンジしてくると思うんで、捨て台詞プラスで下がっても3段階上がってるんで 2.5 倍まで跳ね上がってますという。で、ちょっと俺セグレーブを見せないといけない。このセグレーブめちゃんこ強いから、ちょっとみんな見てほしいなと思ってます。さあ、ここのオーロンゲは、捨て台詞もしくはソウルクラッシュ以外は打点。いやいやいや、それ甘くないか。そのプレインが甘くないか。マジで。マジで甘くないか。
これ、その前6段階攻めるぞ。俺甘いと思うんだよね。これソウルクラッシュで落ちないぞ。いや、落ちるわけないじゃん。俺 HA 出すよ。で、ここテラ切って、もうバレパンレンタでいいと思いますけどね。全然。うん、勝てるでしょ、これ。行こうか。合点承知、才能解放。鋼と鋼が混じり合うとき、自分は錬金術だと気づいた。黄金はジパング、超えてきた未来、タコども以来も全てを繋ぐ糸、一本の糸が繋ぐ物語。ハッサムモードチェンジ、鋼照らしてる。おいや、これ落ちないわけないでしょ。リフレクター半減？話になんねえよ。笑かすな。あえて落とします。え、ちょっと相手、舐めすぎじゃないか？ハッサムのこと。ハッサム舐めすぎちゃうか？それはさすがに。これ2体は持ってけるぞ、さすがに。海竜、ハチマキ神速じゃないと多分帰るっすよ、これ。さすがに海竜には、じゃあ上取られてるとは思うんすよ。S 振ってたらね。さあ、ここ何か出してきましたけど、血を這う羽根かな？いや、お前舐めてんだろ。ブーストエナジーで、攻撃高めて自信打ちてんだろ。笑かすなって。これバレパン落ちるぞ。リフレクター関係ないよ。6つ目は。いや、耐える耐える。いや、お前舐めてる。バレパン絶対落ちる。100落ちる、こんなもん。絶対落ちる。皆さんご一緒に、ボンプやし。え、ちょっと弱すぎる。おい、これガサ掴んで終わった。マジで。ガサ使っても勝ててただろうけど、ここはガサいらないでしょ。これちょっとハッサムの力を見せる回だったね。だってここに、こいついるからさ、出せねえんだよな、どっちみち。もうバレパンで落ちるでしょ。テラ切んの？テラ切んの？テラ切んの？キノコの方針とか絶対打たせねえよ。キノコの方針打つやつ嫌いだからね、俺。うん。キノコの方針使うやつって、性格にじみ入れてるから、悪さがね。うん。絶対そういうプレイしない、俺。絶対キノコの方針とか使わないよ。俺は決めてんだよ。そうやってね、戦う続ける。これワンチャン封印ちゃったら落ちちゃうかもしれない。ワンチャン落ちはあったな、これ。さあ、お盆の実で回復。不意打ち、入らない。バレパンの方が、あれなんですよね。うん。で、これバレパンで落ちる。勝ちでしょ。ファンタジー、はい、おつー、はい、おつー。じゃ、皆さん3戦目は、キノガッサを使って勝ちたいと思ってます。では、行ってみようか。さあ、ホダルビーさん、対戦をよろしくお願いします。というとこで、アッチゲータいるから、多分来るね、これは。ムクホークは、スカーフじゃないかな、とは少し思っております。つまりね、3段階積まないと、ムクホは落とせないかな、っていうイメージかな。だから、そこがちょっと厳しい。あと、トドロクツキはコークチャージかな、っていう盤面でもありますね。対面の取り方がすっごい難しい。アンコール してきそうなポケモンもいるし、みたいな。まあ、セグレイ、あ、じゃあ、サーブ号がいなければ、結構使えるとは思っていますけどね、実際。で、鉄の罪の通りは良さそうではあります。これで行ってみようか。さあ、ホタルビさん対戦よろしく。まあ、所定からどう来るか、デカヌから来るんだ。オッケーオッケー。ってことは、多分ステロから待ってくると思うんですよ。別に。ステロから来そうだねっていう感覚しかないな。で、アンコール持ってるんで、ここはルコナミから打っていいっすね。ああ。守るから入る。うん、まあ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 。アンコールはありそうではありますけどね。一旦守るしましょうか。一旦クエストパトラ守る入れて、これで加速2段階アップ。一応ドラパルト計算的には抜ける状況になっておりますと。で、アンコール潰してっていう形が、これ下からアンコール打つ形だね、相手は。結構、やるね。やらないか、そんなに。ここバトンタッチでいいんじゃない？別に。そんな怖くねえぞ。バトンタッチ。さあ、2段階上がったんで、ほぼほぼ抜けないと思います。そして、神耐久を誇る努力値しているので、今回。ガッサが刺さるんじゃないかなと思ってますけど、まずキノガッサから行こうか。さあ、キノガッサチェンジ。ここで主役のご登場と。いやー、それ遅えぞ。それ遅えぞ。もう止まらんぞ。この段階を作ってしまったらもう、君、負けだよ？大丈夫？さあ、こう、キノコの方針上から。100% 当たります。これ 100% あ？
まさかの防塵ゴーグルということで、そうですね、地ならし入れるしかないかな。あーでもな、宿り着から入れても良さそうではありますね。これは多分相手何もできないんで、一旦宿り着入れましょうか。外す、宿り着しっかりと外す、アンコール、どうしようもないかな。これ一応ポイズンヒールで回復する。いやこれテラ切ったらこれ耐えると思うんだけどな。行こうか。合点承知、才能解放。水と水が交わるとき、水の国アトランティスで一つの反乱が起きた。騎士が全てを焼き払ったんだ。その理由は分からねえ。王女が関係したらしい。以降水テラスタルオーパッドス。さあ、着逃した宿り着の種をここで植え付けることが可能って、ポイズンヒールプラス宿り着の種でだいぶ回復するんではないでしょうかと思う状況かな。さすがにここは耐えさせてもらいましょう。今一つ、さあ、宿り着の種プラスのポイズンヒールでそこそこ回復していくとは思っております。39プラスの59かで、デカハンマー連続打てないんでそんな悪くないかな。でアンコール残り2ターン、ここ一旦ですね、宿り着連打するしかガクガクできないんで、デカヌ引っ込める。まあまだ使えるかなと思ってる。これ結構いいね。うん、マンボラありそう。さあ、宿り着の種入っていく。まあまだまだ戦えてるよ。防塵ゴーグルに対して結構戦えるなこれ。おもろいな、そこそこ戦えてるこの現状がもうすでにおもろいな。さあ、82からの102、まあ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 、でここはさすがに変えるのがベストかなと思うけど、変え先がそこまでかな。これなんかあんのかな。クエパ変えてとしてもっすねって思っちゃうんすよ。ここ得も高いんで、クエパ変えたとしてもな、感覚的に。これね、まだ使えると思うんだよな。ちょ、クエパ変えようかな、一旦変えます。さあ、ここからキノガスタチェンジからのクエスパトラーで、得も高いんでルコ並みの連続になると思うんですが、まあ、そこそこの感覚はあるかな。マンボルだよね。オッケー。マンボル一発耐えるんで。さあ、宿り木の種で、プラス回復者。いや、この動き強いっすね。悪くねえぞ。全然悪くない。で、ここ相手多分引いてくると思うんすよ。なんで、ルコナミ打ちましょうか。ルメルコン引っ込める。で、ここね、デカヌかな。だよな。デカヌ来る。で、多分相手猫騙ししていきたい流れになると思うんですけど、ルコナミ2連続は耐えないんじゃないかなとは思ってた。耐えるんですよね。さあさあさあ、僕も1段階ダウン。で、ここ多分猫騙しなんですよ。圧倒的に。圧倒的猫騙しで。そうっすね。難しい対面になったな。守るから入ろうか、一旦。多分ここ猫玉だと思うんすね。さすがに。さあ、猫玉し打ってくる。で、次が多分デカハンマーかアンコールかっていう流れになると思うんで、ここでもう一回バトンタッチで、地ならしどんくらい入るかだな、問題は。地ならしにアンコールしてくるかしてこないかも、結構重要にはなると思うっす。クエスパトラチェンジ。いや、おもろいね。防塵ゴーグルはおもろいね。いい戦いができてんな、初手から。面白いぞ。防塵ゴーグルじゃなかったら相手は終わってたからね。ここ、機能ガッサ変える。しっかりとデカハンマーを耐えていく動きができる。まあまあ、いいんじゃない?ここまでは。デカハンマー、耐える。で、相手、ワンウェポンだと思うんで、変え先ない。ここは宿り着の種しかないっすね。さあ、昨日かせ、宿り着の種。いや、これ、ウェポンないと思うっすよ。アンコールでしょ。だよね。アンコールしか打てないよね。で、これ、徐々に相手削ってってるんすよね。実を言うと。そんな悪くないと思うんだけどな。さあ、昨日かせ、ここで宿り着の種で回復。で、相手変えるんすよ。変えて、10万ボルト打ちたいんすよ。
100%そうなんですよ。で、ここもヤドリギ、ヌメルゴンにぶち当てるしかないです。いや、それ、これ、この連打で、だいぶ削れてると思うんだけどな。あとは、包みでどうにかこうにかいけないか。やってきましたね。さあ、ここで回復していきます。悪くない。いや、そんな悪くない。全然悪くない。うん、言うて悪くない。で、ここね、そろそろ、なんか、してきそうではあるんだよ。放射とかに変えてくる可能性も全然あるみたいな感覚ではあるんですよね。そうだね。でもその感覚を潰されたとしてもアンコール2ターンなん、もう2ターンあるんで、作りづらくはあるな。ここなんだけど、多分、いや、これ多分マンボルが安定なんですよ、相手からすると。ルコナミかな。ここは。まあ、地鳴らし圏内まで持っていけさえすれば、アンコ打たれないんで、アド取れるんですけど。さあ、クエスパドラシンジ。これ一発耐えないと話にならないですね。マンボル。もう一発耐えると思ったけどな。無理か。オッケーオッケー。ここまで持ってこられたんですけど、まあ、つつみちゃんでどうにかこうにかって感覚ですかね。いや、うん、いや、包みだな。包みで決めましょうか。ここまで持っていけば、逆に言うなら包みでいけそうな感覚あるんですけど、格闘テラ切りたかったな。包みで格闘テラは正直切りたかったなってのは思うとこやな。さあ、クォークチャージで S 上がりからの、そうですね、フリーズドライしかないね、ここは。多分デカの変えてくるですね。わーわあ、めちゃんこいい試合してんじゃん。うわ、格闘テラ切るべきだった。うわ、どうしようかな。こっからどう勝とうかな。包みにテラ残すべきでしたね、絶対に。さあ、ここからどう持ってけるか。ダスタ耐えないと思うんだよね、これ。これ、ヌメルゴン、ちょい早ぐらいなんですよ。これ負けたっすね。ヌメルゴンが S ガン、振ってなかったら上取れるかな。いや、多分振ってるやろ、これ。あー、振ってるね。負けた。うわー、悔しい。やだ。はい、今回の動画いかがでしょうか。結構ね、使いやすくはあるんだけど、さぞかし時間がかかる。めちゃめちゃ対戦時間が伸びちゃうんで、まあ、友達とやるときに本当にうざい戦法として一つ覚えとくのもありかなと思ってます。まあ、荒ぶるだけのキノコの奉仕型の方が、俺は使いやすいかなっていうイメージ。でもこれも結構強かったから面白いかなと思ってます。では皆さんもね、使ってみてほしいなと思いました。いろんな動画が上がってるんで、チャンネル登録の方ポチッと押しといたらいろんな動画が出てきます。はい。で、次の動画でお会いしましょう。バイチャ。